エックハルト・クラウツン、エックハルト・クラウツン、エックハード・クラウツン、1941年1月13日体は、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。若年期は、サッカー選手として活躍したが、膝とアキレス腱、あるいはハムストリングの怪我により、若くして引退する。1966年ドイツ体育大学ケルン、卒業。 1967年から指導者としてのキャリアをスタート各国で活躍した。これにはデッドマール・クラマーとの出会いが大きく影響した。同1967年12月、クラマーの紹介でサッカー大韓民国代表初の外国人コーチとなり、当時使っていた WM フォーメーションを廃止し、リベロを導入したり、最新のトレーニング理論を導入するなど、 ドイ式の近代的なサッカーを韓国代表に導入した。この頃の韓国は、北政規政権下の不安定な状況であり、クラウツン自身も二度ドイツ大使館への避難勧告を受けている。1971年、サッカーケニア代表監督に就任する。敵対する、キクユ族ルオ族の三大部族を代表で、チームとしてプレーするようまとめなければならなかった。では、 サッカーエチオピア代表相手に2戦勝利を収め、本大会出場を決めた。特に、アウェー・アディスアベバで行われた初戦では1から0で、試合が進んでいたところへ観客が興奮し、暴動にまで発展、自身も含めケニア代表選手が、投石などで負傷した。これに対しハイレゼラシエ一斉が、チームに謝罪するなど人生化に努めている。1972年。 クアラルンプールで行われた国際サッカー連盟コーチングスクール講師はクラマーを受講しフィファコーチライセンスを取得する。1973年西ドイツ W 杯出場を目指すサッカーカナダ代表監督に就任する。これは1976年に地元開催するモントリオールオリンピックに向けた強化の一環でもあった。ニードムも1次ラウンドで敗退する。 1975年7月協会含めた国のサポート不足を嘆き辞任した。これにより1976年モントリオール五輪本大会ではコリン・モリスが監督を務めた。1976年から再びアルゼンチン W 杯出場を目指すカナダ代表監督に就任するもでは一次ラウンドを通過するも最終ラウンドでは4位に終わり W 杯本大会出場は叶わなかった。 1983年に来日し、日本サッカーリーグ一部の松田エスシー、原サフレッチェ広島のコーチに就任した。これは1983年の JSL シーズンの中断期間、8月から9月での昇平であり、松田初の外国人コーチでもあった。1991年、サッカーフィリピン代表監督に就任する。これは、自国開催する。 第16回東南アジア競技大会に向けた切り札的な起用であり、準備期間は3ヶ月しかなかった。同大会において、フィリピンを同大会発にして2013年現在、唯一である準決勝を進出に導いた東南アジア競技大会サッカー競技。1993年、当時にブンデスリーが昇格1年目で残留争いをしていた。 VFL ボルフスブルク監督に就任する。翌1993・94シーズンにはにブンデスリーが注意に上げ、1995・96シーズンには DFB ポカール準優勝。ただ同シーズンではにブンデスリーが会に低迷したことから途中解任となった。1996年3月 ブンデスリーガー界に低迷していた1、FC カイザースラウテルン監督に就任、同シーズンの DFB ポカール優勝を飾るものの、リーグでは界に低迷し、チーム初の2、ブンデスリーガー降格となった。カップ戦で優勝したことにより契約延長したが、リーグ戦の結果によりスケープゴートされ、オットー・レイ・ハーゲルが監督を引き継ぐことになった。1998年には CES スクシアンで、 シーフ・コンフェデレーション・カップ優勝。2000年11月に、ブンデスリーが18クラブ中15位に沈んでいた1、FSV ・マインツレーゴ監督に2年契約で任命されるも、以降も会に沈んだ。2001年2月、後日の理由により退団となった。なおこの時の選手、コーチの一人にユルゲン・クロップがおり、クラウツンが退任した次のマインツ監督にはクロップが就任している。 さきのスファクシアンでの成績を評価され2001年、サッカーチュニジア代表監督に就任し、2002フィファ、ワールドカップ、アフリカ予選を戦うことになった。予選通過し W 杯本大会出場を決めたものの、選手の招集について、サッカー連盟とのトラブルが発生し、連盟側から契約を破棄され、アンディ・ミシェルが指揮を取ることになった。2003年には、 中国 U-20 代表監督に就任、アジアユース準優勝、ワールドユースオランダ大会で GL1 位で突破、ベスト16入りを果たした。その後も中国代表スタッフとして働き、中国で開催する 2007FIFA フフ女子ワールドカップに向けて準備を行っていたが、健康上の理由により2007年3月に退任した。その後は、ドイツサッカー連盟と、 国際サッカー連盟のインストラクターとして活躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。